さすがに君は気づくか。それでは見事乗り越えてみたまえ。ボス戦開始ってな。援護するぜ。見えた。断ち切る。アークライドさん、どうよ。ここだった。よくぞ届いた。第三領域ガーディアンの撃破を確認しました。なんとかなったみたいだね。お見事。私の具現化が不完全だったのもあるとはいえ、この定常リソースを最大限に利用して再現した神獣を討伐するとは驚きだ。てめえ、あんな化け物をけしかけといて高みの見物とは、いいご身分じゃねえか。さてと、いい加減名乗ってもらおうかな。ええ、ギルド総支部からも名指しでマークされているいわくつきの執行者。ナンバーセブン、あらゆる想像を具現化する男だったか。あらゆるというのはさすがに言い過ぎだと思いますがね。名はシメオン。結社の執行者ナンバーセブンでイマジネーターなんて呼ばれている。ふん。頼まれたとはいえやっと名乗れたよ。この帽子もあの被り方だと視界が悪くてね。お初にお目にかかるが、あなたもそうではないかな、ルーファス卿。まあこれはこれで、すでに慣れっこにはなっているがね。おお、リーダー並みのアラサーイケメン。もちろんスーちゃんには及ばないけど。30代と比べられてもな。名前は88点かしら。ルーファスの方がちょっと若いかも。何気に俺より高いんか。しかしそれ毎回やるんやね。ってちょっとちょっと、何小粋にまとめようとしてんのよ。仮想空間とは思えない脅威の再現、とても油断できるものではありません。そしてようやく現れた結社関係者。ぜひ話を聞かせていただきたいところですが。どうやらエンジニアでもない様子。他にもいらっしゃるということですね。ああ、表で動き出した道化師とは別筋で動いている人物。あんたともう一人のギャルに要請してこの城を現在進行形で作り変えてる張本人。レインやヨルグのじいさんから聞いてたが、どうせそのあたりから覗いてやがるんだろう。いい加減出てこいよ、第六中さんよ。ほう、そこか。うん、さすがだな。噂以上に鼻が利くじゃないか、バン・アークライド君。確かレンやヨルグ氏と馴染みだったか。灰の牽制に獅子殿もご無沙汰している。結社の使徒第六中、13工房を統括するノバルティスだ。初めての者もそうでない者もよろしく見知り置き願うとしようか。
蓮も来ていると思ったが、まだ合流していないようだね。しかし素晴らしい。私のメガネにかなう素材のなんと多いことか。ラピス城にナーディア・レイン君。2年前のクロスベル祭事変以来だったな。 MK に移ったヨルグシのボディも素晴らしいし、ナーディア君もさらに処理能力が上がったようだ。そしてアルティナ・オライオン君、エプスタイン財団にも所属しながらプラトー君の薫陶を受けているようだね。素晴らしい。工房の遺産との相乗効果も期待できそうだ。マルドゥックの噂の S シードのも興味深い。シャード技術やシュミラクラとは別次元のあり方。そしてあのラトーヤ・ハミルトンの直弟子、生まれもあり方も好奇心を刺激されてならないよ。出くわす覚悟はしてたけど、相変わらず気持ち悪いおじいさんだね。うん、ゾワゾワするってこういう感じなんだなって実感できるよ。まあ気にするな。お前たちには指一本触れさせない。マイスターが MK 方面にいる以上、技術的にも手出しできないだろうしね。未だに黒の工房に未練があるのですか。もはや過去の話だというのに。アルティナちゃん、あんな言葉気にする必要ないよ。ああ、ジジイの世まい事なんざ放っておけや。うん、過去に執着するのは猛録した証。ミリアムと同じくアルティナもただ前を向いていればいいさ。カトル様、どうかお気になさらず。うん、そうだね。どうせあちこちからの情報をかき集めて勝手に分かった気になってるだけだろうし。はい、多分そうなんだと思います。得体の知れねえ面はしてるが、そこら辺は分かりやすいジジイかもな。はい、破壊と比べれば知れているかと。ふん、なんとでも言いたまえ。あんなろくでなしと一緒にされたくないしね。そもそも私と君たちでは見えているものの次元が異なるのだよ。かの三皇帝ですら例外を除いたら、シーエプスタインや私がいる領域には、そういえばそうだったな。シーエプスタインの遺産と関係者がいたか。なるほどなるほど。レンの指南で技術的素養もありそうだが、それとは別に興味深い、非常に興味深いな。しかも聞いた話では、父親というのがあの。そこまでにしてもらおうか。第六中、年頃の娘の顔見は感心しないぜ。なんだね君は。いいところなんだから邪魔をするんじゃない。そういえば君自身も素質はともかく、めったにいないレア素材なのだったな。マクバーンとも似ているようだが、因子のあり方は根本的に異なるようだ。カセと呼ばれる高速機構やホローも含め、仮想空間越しだが、心ゆくまで観察を。おいこら、あんたいい加減に、いい加減にしてください。
先ほどから聞くに耐えないことばかり。レン先輩にも執着しているんだとか。ですが、私たちはあなたの観察対象じゃありません。一人一人がかけがえのない思いを背負うものを持ってここにある存在です。あなたの身勝手な物差しで測られたくないし、それで分かった気になられても迷惑です。これはとある手記の受け売りにはなりますけど、科学者として、いいえ、科学者に限らず、そんな偏った見方を続けている限り、真実をつかむなど決して果たせないのでは。生意気かもしれませんけど、あなた自身のためにもならないと思います。アニエさん、かっこいいですあーちゃんのそういうとこ、ほんと助けられちゃうな。うんうん、名前込みで102点かも。って100点以上があるの？ええ、大した子やね。ええ、アークライドさんのところでバイトしている子らしいですが一応私の教え子でもありますね。うん、彼女が話に聞いた。ふん、どうやら話が盛大に脱線しているようだ。博士、ここは当初の予定通り挨拶と今後についてくらいで。すっ込んでいたまえ、シメオン。どうしてこの私が小娘ごときにそこまで言われなくてはならんのだ。えい、定常プログラムを書き換えて新たなガーディアンの更新を。貴様、そこをひっくり返すのか。そっちがゲームっぽく始めたのに、ルール変更ってのはダサすぎない？だったらロールプレイングなんざ最初から気取るんじゃねえって話だなそれな、ゲームマスターのセンスゼロだろ。黙るがいい。こうなればロールアウト前のあれを。いい加減にしなよ、博士第二領域で現れた。おや、来たのかね。まあね、配信終わったし、トリマ様子を見に来たってわけ。昨日ぶり、元気してた？って、死んだ女子なんかもいるじゃん。いや、ごめんね、博士も普通に悪い人なんだけど、ここまでうざいモードに入っちゃうと見てらんねえって感じなんよね。でも女の子へのうざがらみはないわ。この通り私からも謝らせてもらう。あ、野郎はいいよね。そこのクールショタ君は除くとして。クールショタ言うな。つまりどういうこと？この場は挨拶に現れただけ。今後について話すと言っていたがその通り、あくまでルールが優先だからね。博士、そろそろいいですか？上司にいきなり言霊を使うんじゃない。まったく、他の連中もそうだが、君たち執行者というのはどうして。ごめんって。でも少しは頭冷えたっしょ。博士は落ち着いたらマット感最高なんだから、クールに行こうぜ、クールにさ。照れた、だと。照れたね。そのような可愛げがあったとは。照れてないまあいい、これ以上は時間の無駄というものだ。私は私で非常に忙しくてね、君たちごときに変わっている暇などない。全てはこの黒の定常、
最上層に眠る MK も知らぬ秘宝を手に入れるために。秘宝だと？マルドック社も知らない。それは一体どういう？そもそも黒の定常というのはあなたが勝手に改造したものでは？確かに側は相当いじくったが、本質的な規定部のデータはノータッチさ。その深淵にあるデータについて、例えば SC の君はどこまで知っている？発端は2年前我ら結社の精神を MK のシステムが突破してきたことらしい。しかしそれは本来はありえない、そういう話でしたね、博士。その通り。マスターが授けられた外の断りを記述できるという唯一のコード、それを突破できたこと自体、そもそも MK の技術は異常すぎるのだよ。加えて財阀企画にシャード技術、エプスタイン財団のお株も完全に奪っている。その源泉の一端がここに眠っている。そう結論して私は定常を乗っ取ったわけだ。なるほど。その意味ではあんたらも先行して攻略しとるっちゅうことか。その上であなたたちが攻略したルートを私たちが後から追いかけて進んでいる。そういうことだ。私たちが攻略したのはあくまで元のメルヘンガルテン。掌握後により難易度を高めるためのアレンジを私の方で手伝わせてもらったがね。てめえの趣味かよ。中世ゴシックファンタジー風、その帽子といい、なんか納得だけど。シメッチパイセン好きそうだもんね。あとはパイセンの能力が大きいのかな。趣味と適性は否定しないが、実はそれだけでもなくてね。何？挨拶はここまでだ。今後ともよろしく頼むよ、裏解決屋の諸君。それにトールズに騎士殿とピクニック隊も。カンパネルラに表を任せている分、私の方はこちらに思う存分集中できていてね。君たちが挑む分には相手をしてやろう。当然各種データは収集させてもらうが。あ、自己紹介し損ねちったん。でもまあまた機会はあるっしょ。次顔出せるかはわからないけど、せいぜい頑張りなよね、あっつん。敵対的管理者による掌握を解除。グリムガルテン第三領域完全解放されました。